はい、ですね、前々から農作業の方をね、動画で見たいというコメントが結構来てたので、今回はですね、トラクターの、春のね、田植えから、農作業の方をね、ちょいちょい撮影していけたらなと思います。はい。で、ここはですね、秋にも一回掘っている田んぼですね、そこに春に肥料をまきまして、で、これから、掘っていくっていう感じですね。で、掘ったら、水を張って、今度は代かきの方に移っていくっていう感じなんですが、とりあえずその前の段階のね、掘るっていうところを、お見せしようかなと思います。はい、じゃあやっていきます。メガネ曇る。したらですね、まず私の場合はこの田んぼの四隅ですね、四隅を、先に掘ってしまいます。掘るっていうのはそんなにいっぱい掘るわけじゃないんですけど、で、掘るときは必ず最後に、トラクターの右側で岸を掘るので、左側になる方、左側になる方を、掘っていきます。ちょっとよく分かんないと思うんですけど、まあそういうことです。卵だ。はい、で、これはですね、ここにワンタッチコーンっていうボードがついてまして、これを入れるともうそれだけで田んぼを掘れる体勢にトラクターが入ってくれるということですね。はい、その他に、ロータリウムを出すための PTO を入れて、作業するという感じです。で、大体回転は、1800か2000ぐらいにして、あとは、アクセルを使って調整するっていう感じですね。だいたいここ3メーターぐらい、こんなもんですね。はい、これぐらい掘ります。で、そこも、横に3メーターぐらい掘ります。田んぼの掘り方も、人それぞれで、やり方があるので、あくまでもこれは一例ですね。自分は父親からこういうふうに教わったんで、こういうやり方でやってます。正しいとか悪いとか、多分言う人いると思うんですけど、あくまでもその自分がね、いいと思った方法でやるのがいいんじゃないかなと思います。自分はこれしか知りません。ここもこのくらいですね。はい、そしたら、あっちとあっちの角とこっちの角とを、同じように掘っていきます。ちょっと内側の方はここで終わります。はい、今ですね、四隅が掘り終わりました。あっちをさっき掘ってたんですけど、あそこ掘って、こっちにこう来てですね、そこを掘って、で、1個の四つ角のね、最後の部分も、全部掘りました。で、そしたらですね、折り口、あそこが折り口なんですけど、折り口じゃない方のこっち側、そこですね。はい、あそこから、田んぼの中の方を掘り始めます。移動して、
で私の場合なんですけど、田んぼの内側を先にこう往復しながら掘っていって、で、周りを最後3周するんですよ。なので、そっち側から、だいたいロータリー、これ185センチの、ロータリーがついてるんですけど、それを、その分ですね、はい、1,2,3 列分残して内側を掘っていくっていう感じですね。これがね、いつも目測を見誤るんで、まあ、ちょっと狭めにやることが多いですね。まあ、だいたい2本半ぐらいですかね、幅的に。これも感覚でいつもやってます。で、速度が4のとこでいつも掘ってますね。はい、あとは何かあったかな、何もねえよな。まあ、あとは回転上げて、もうちょっと後ろ、このままか。あとは回転上げて、まあ、あと2000回転ぐらいで、はい、でロータリーを下ろして動いていくという感じですね。こんな感じでやってます。で、これやるときですね、まあ、なるべくまっすぐ行きたいんで、なんか目印を見つけるといいですね。はい、ただただやっぱりその近くを見てまっすぐやろうとしてもまっすぐ行かないですし、田んぼの地面もね、決して平らじゃないので、必ずトラクターがね、こう右か左かに触れるので、まあ、そこね、まっすぐ行くために、まあ、今回ですと、あそこの木、あの木、あれを大体目印にして、まあ、進んでいくという感じでやってますね。はい、で、まあ、このまま向こうの岸まで行くと。とりあえずちょっとそのまま移しておきます。はい、で、そろそろこっち岸に着きますんで、この着く前に、バックアップを上げる、後ろのロータリーを上げてハンドルを切ると、そしてさっき掘ったちょうどこの切れ目にタイヤの外側を合わせる。はい、こんな感じですね。今これ、この掘った、さっき掘った後の、外側とタイヤの外側がだいたい合ってるところですね。で、ここからまたロータリーを下ろすと。はい、で下ろしたらまた同じようにあっちに向けて掘っていく。で、向こうでドンとぶつかったらまた、くるっと回ってまたロータリーを下ろしてこっちに来るっていう、その繰り返しでこの内側を掘っていきます。
はい、とりあえず、内側の、なんだ、工期が終了しました。で、今度は外側をやっていくんですが、最初に、こういうふうにね、こう、なんだ、横に掘りましたよね。で、今度はそれに対して、あっち、こっち回り、左回りに掘った、左回りに端っこ掘ったところ、今度は右回りに、今度は全体を掘っていくっていう感じですね。はい。で、なんでかっていうと、このトラクターの左側にこれチェーンケースって言って、この爪を動かすためのチェーンがこの中に入ってるんですけど、こっち側をこの岸側にして掘ってしまうと、内側にね、泥が入ってしまうということで、こっちのねチェーンがついてない側を、外側にして、岸側にして、掘っていくっていう感じでやってます。はい。これはやっぱりそうした方がいいみたいですね。いろんなとこでそう言われたので、右側をね、チェーンケースじゃない側を、こっち側にしてやってるっていう感じです。はい。で、田んぼの折り口も必ずこっち側についてるわけじゃないので、その都度ね調整して、どっちが右か左か真ん中にあるとこもあるので、はい、その辺はちょっと考えながらやっていくっていう感じですね。はい。ということで、これからね外側の方を掘っていきます。こんな感じで、田んぼの掘り掘り作業は終了ですね。はい。ここは去年元旦、麦をやった後にそばをやった田んぼなので、結構土は細かくなりますね。うん、排水もいいですし、はい。うん、こんなことを、ちまちまやってます。はい。今年は何枚だろうな。
そんなに多くはないですけど。まああとね、残ったやつを掘ってやっていくって感じですね。で、水を張るのはね、5月頭ぐらいからなので、はい、まあその頃から今度はね、白柿の方も動画にできたらなと思います。まあとりあえずこの掘ったやつをね、上げて需要があればね、はい、まあ続きの動画も出ると思うので、はい、まあそんな感じですね。はい、それでは。